皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月1日、22時10分映像のバタフライという、NHK で放送されている番組があるんですが、東京裁判などの件ですね、要するに第二次世界大戦が終わった後、マッカーサー元帥が降りてきた時に、私の方から、この戦争は、日本が悪いですということをお伝えしていて、ちょうど車に乗り込んだ時、パイプを加えてたと思うんですけども、OK って言ってますね。こちらの意図が伝わってる、テレビに向かって心の声などで伝えるっていうことは、二十歳前後の頃から、行ってましたので、最初はいつかは正直わからないです。ただし、その後の映像に関しても、その東條英機、当時の、首相、総理ですね、その隣の隣に岸信介さん、安倍晋三さんの、おじいさんだった人が、一緒に歩いていると。その辺のところで、全ての整合性が合ってくるんじゃないかなとは思っています。東條英機元総理に、天皇陛下は東京裁判でその処分はされてないということを、お伝えして、その映像的にその天皇陛下を守ろうとしていたという状況の放送ですね。その当時の立場からしても、そうするでしょう。で、自殺も図ってましたね。で、それを、輸血してというテレビの放送だったんですが、その辺のところについては僕も何とも言えないですね。後から作ったそのフェイクの内容なのか、当時作ったものなのか。ただその未来からの心の声っていうものは届いているっていうのが事実であって、だからそういうふうなことを二十歳ぐらいの頃に行った、先ほど伝えたのは2024年の淡井圭介ということを、東條英機、当時の、首相、その映像的にその第二次世界大戦が終わった後なのか、その前なのかちょっとわからないんですけども、伝えてましたね。マッカーサー元帥に関しても、その内容に関しては OK っていうことを、返答してくれてるのも、もともと、日本が、アメリカに戦争を仕掛けたっていう部分で、日本が悪いっていうことを、しっかりとこちらから述べています。だから、その辺のところで、心を組んでくれてる部分があったのかもしれないですね。多分、二十歳ぐらいの頃も、僕はすんなりその辺のところは認めて言ってるとは思いますね。先制攻撃を仕掛けた、領土侵犯をしている。一応二十歳ぐらいの頃にも六法全書持ってたんですよ。購入して、自分で買って。そういうようなところを考えても、それが普通の僕の心の声にはなってくるでしょうね。ただ一応これは記録として、映像の世紀、世紀末の世、世の中の世と、木の方は、紀子様の木ですね。で、その記録、音楽番組があったので、今日はちょっと録画を久しぶりに音楽番組してたんですけども、そちらのニュースの方の NHK の、その東京裁判の方録画しておいた方が良かったんじゃないかなと思いましたね。そのリモコンが通常のものじゃなくて、もともとのリモコンじゃないリモコンを今使用してるんですよ。もう生産がなくなっていまして、でそれによって、その録画一度仕掛けたら途中で止めれないんですよ。止める方法、もともとの操作でも止まるはずなんですが、止まらない。その辺のところで、録画止めれないので、
まあ、そちらを今でも今ちょっと放送22時からですからね、あの放送してるの、まあ、まだ放送始まって15分ほどなんですけども、まあ、その辺の重要なところ先にしっかりと、記録しておこうと思いまして、今映像で記録に残しています。以上です。まあこれ4月1日ってもそのエイプリルフールにねこれを述べるっていうのをなんかね、嘘じゃないですよ。これはもう僕は本当に嘘嫌ってますんで、4月1日だろうがなんだろうが、本当に。世の中本当にめちゃくちゃになるだけですから。な、この辺の話も天皇家の人たちと、こう、いろいろ話が、まあ、まあそう考えていくと、私のおじいさんが、人事院の人事官だった可能性っていうのはやっぱりあるんじゃないかなとは思ってしまいますね。で、まあ子供の頃にその子供の名前を考えていて、まあ、やっぱり眞子さまと佳子さまや悠仁さまの名前についてもちょっと心当たりがあると。それを子供の頃にその漢字の辞典を毎日読んでいて、こうどんな名前が良いかとか、まあそういうことをね、考えてた時期があるんですよ。その内容を祖母が伝えに行ってた可能性があるんですよね。浅井聖子という名前なんですけども、もうだいぶ前に亡くなっているんですが、まあそれによってその1998年ぐらいの頃、神戸市立ホテルフルツラパークに、まあ、岸信介さんの、孫である安倍晋三さんがフルツラパークに来てるんですけども、その前に小学生の頃、僕、安倍晋三さんと道で、は絶対すれ違ってるんですね。それは同級生の、小学校と中学校、幼稚園も一緒だったのかな、小森っていう同級生の男は、営んでる定食屋さん、タコハチっていう、まあ、小さな店があるんですけども、兵庫科学所だったかな、その定食屋さんの裏がね、ちょっと名称間違えてるかもしれませんけども、まあまあまあその警察関係のところね、科学関係の、署なんですけども、幼稚園の頃か、小学生の頃に、神戸製鉄所に校外学習行ったかどうかなんですよね。だと思うんですよ。それでそこの道の前ですれ違ってる可能性があるんですよ、若い頃の安倍さんに。その頃が僕は小学生の頃で、で、僕の小学生の頃何があったかって言ったら、アルゼンチンのマラドーナっていう選手が神の手ゴールっていう、その手を使ってハンドで明らかな反則なんですけども、ワールドカップを優勝してしまってるんですけども、そこで、ね、ロッカールームでマラドーナ選手は何って言ってるかって言ったら、アベモ、アベモって言ってるんですよ。まあ、未来からの声を何らかの声を聞いてるか、誰かが心の声で送ったかの何かなんですね。それは私の、ハードディスクドライブの中に入ってますので、それはテレビの動画の再生で、まあ、この動画とつなげようかなと思っています。以上です。今日はもうちょっとしませんけども。